6号艇金子義明選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、今日前半レース終わった時点で今までの中で一番良かったというお話ありましたけれども、はい、準優勝戦はいかがでしたでしょうか。そうですね、まあ朝と何もしてないんで同じような感じで、まあ今までの中では、はい、はい。試運転と本番の足の差があるというお話でしたが、そのあたりは解消され、それは治りました。はい、はい、でもまだもう少しといった部分、それはそうですね、まあちょっと気になるところがあるんですけど、まあそれは明日ね乗ってからで、はい、はい。ちなみにどのあたりが気になってらっしゃいますか。ちょっと回転の上がりがね、まあちょっと遅いんでもう一回考え直そうかなと思ってます。はい、はい。今日準優勝戦ではコンマ08スタートということでしたが、今節スタートタイミングは勘通りいけていますか。いやちょっとね、本番のスタートが自分が思ったタイミングじゃないんでね、ちょっと戸惑ってます。はい、はい。明日は6号艇ということになりましたが、はい、戦い方というのは、まあピット離れで出れば1個でもうちが取りたいんですけどね、なるべくそういう風に仕上げようと思ってます。はい、はい。それでは最後にファンの方に一言お願いします。せっかく乗れたんでね、優勝目指して頑張ります。応援してください。